墨田区では、スポーツやオリンピック・パラリンピックの歴史を紹介する展覧会が今日から開かれています。昨日は内覧会が開かれ、展覧会の音声ガイドを務めた松岡修造さんも会場に姿を見せました。展覧会には、江戸時代の相撲や剣術など、伝統的な競技の様子を伝える絵画をはじめ、日本初のオリンピック代表選手、 金栗四三選手や三島雅彦選手のユニフォームなどが展示されています。松岡さんはスポーツの歴史を知ることが心の大きな支えになるなどと話し、観覧を呼び掛けました。日本の選手をはじめ、たくさんの人に見に来てもらいたいなってのはもう率直な思いです。日本のスポーツの歴史っていうもの、そしてここまで気づいてくださった先輩方の思いとかそういうものを感じることによって。 この日本のスポーツの歴史をひも解く展覧会は来月25日まで開かれています。